はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。前回自動編成の動画出したんですけども、まあリーダー自動設定しちゃうと、まあどうしてもね、まあこのメンツになると、じゃあリーダーちょっと俺が選んでいこうか、どれがいいかなと思うと、まあ難しいよね。これだったらどうなる。おー、無理無理、なんか無理。ちょっとなんだろうな、あと誰がいるかな。フルフリとかだったらどうなるんだろう。せーの、ドン。めちゃくちゃ無理になったわはい、ってことで、まあ、今回ガチでちょっとね、レッドゾーン挑もうかなと思って。おー、これならいけそうじゃない。あ、ミスった。今のだったらいけそう。これだよね、同じかな。あ、同じだね。これでちょっとレッドゾーン挑もうぜ。ではレッドゾーンですね、挑んでいこうかなと思います。はい、ってことでね、今回 VS 維新論ですね、挑んでいこうかなと思ってます。左から無凸、2G、1凸、2G、2G、フレンド3凸です。やっていきましょう。まあこれでいいんじゃないの。とりあえず無限上昇はしっかり無限上昇させて、まあベジとゴジータ両方とも変身させる。で、出たよ、この入れ替え封じ。入れ替え封じならまだいいけどね。いや、でもこれ打ったらちょっと変になるんで、必殺打って、で次のターンのことも考えるんだったら、ここは即の木玉を取ると。で次地の木、あー、いや微妙か。でもナイス回避で、ここでアイテム使ったら終わっちゃうから、アイテムは使いません。次がね、力なんですよ。うわー、危ない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 。ナイスナイス、マジでナイス。この入れ替え負荷とか相手の回避、威圧、まあ威圧だね。入れ替え負荷は必殺封じとか、こいつバンバンやってくるからマジで嫌なんだよね。実はマジで本当にね、序盤悟空&ベジータが上げられないことについてのこの必殺封じとか、 GT ヒーローのあの悟空4ベジータ4、あれ封じられた時はもうマジかと思う。もうね、やめ、もう、あ、まあ入れ替え負荷ならまだよくはねえけどな。考えろ、俺の頭を使え。入れ替え負荷だけでもまあまあ言っていいけど、ここは多めにつぶってやる。これで地の木玉ずれたらワンチャンあったけど、ずれないね。きちい、マジで。OK、ナイス。とりあえず次回避ね、回避ね、回避ね。クラウン回。やべえな、なんかうまいことあげれてないから、ちょっときちいな、普通に。普通に基地。OK です。勘弁したってくれ。16万、まあまあ全属性ガードついてるからまだ良かったんかな。そい、クソ、 GT から外すの痛えな。もうもうええって、マジでそういうの、マジでそういうのええって、もうバカかお前は怒んで俺もさすがに、さすがにムカチャッカファイヤーやで。いやマジでさ、こんなにやられるとさ、俺も困っちゃうんだよね、さすがに。対応に、対応に困る。で次あれでしょ、力だったと思うから、それどう防いでいくかだよね。うん、ワンタンか。まあいいや、次の極寒のベジータまで残してほしかったんだけど、これ見極めんの怖えな、やだな。見極めんの怖えからアイテム使う。
そっか、木玉の配列も変わってんのか。これ対大量に取ったらさ、打てねえかなワンちゃん。でもこれ取ったらさ、すげえ崩れんだよね。だったらこっち取った方がいいよねっていう話なんだけど、これ取っても微妙だと。まあいいや。吉。ああまあもうまあまあもうまあまあまあもうまあ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 いいでしょ。めっちゃ食らったけどな。おめはわ、おめはわめっちゃ食らわせにかかんな。アイテム使う、どうだろうなこれ。どっかでベジットにならんと。まあきちいな。そうだね、どっかでベジットになって、ベジットゴジータになってもらってっていう感じか。めっちゃ痛いんだけど。全然痛いぞこれ。18万41万、まあ最悪守れるか。いや守れるかなこれ、分からん。あ、守れるっちゃ守れるか。必殺飛んできたらマジで終わる。まあ真ん中で飛んでくる分には多分守れるから。いやーでも次ベジゴジータが来るから、いやーきちー、はっはっはは。いや悪いことじゃねえなこれ。いやー2番目配置のキャラが多すぎて困るんだけどな。オッケーナイス。そうなんよな、初手守りがねあんまいねえんだよな。オッケーナイス、めっちゃいい火力出た。いい火力出すじゃない。よしでけえ808万。そいこいつしかも回避することあるからこういうな。で次とりあえず HP 全回復。そい。であいつがどこで必殺打ってくるかわかんねえからさ、めっちゃ怖いんだよな俺。あ使うか。これでも戦闘で打たれたらマジで死ぬもんな。だったらここで身構えちゃうよ絶対。まあ超打てんのはしゃあないけどさ、これでいこう。あとはもう回避運ゲーだわ。でも多分初手で打ってくると思うんだけどな。でもここさえ乗り越えればなんとかなるんだよな、ね、ぶっちゃけ。後半強い組が多いからさ、まあそれは順番ロックとかされたらやばいけど、やっぱり打ってきたか。16万、まあ防げれた方だね。ここで切りつけれるんだったら切りつけてほしいね。すい勝てーこいつ。まあうまいこと火力がな、うちのチームリンクがGT ヒーローはいいけど勝てーなこいつ今。まあまあまあ459万。よいしょ OK、 ナイスナイス、火力出るよ、避けるよ、しかも避けちゃうんだよ、食らうんだよ。あ16万で守れるかって言われるとそうでもないしな。かといってベジット裏に回すのもな、超怖いっちゃ怖いんだけどな。まあまあいいや、これでいこう。これ以外俺には分からん。 OK OK。 で次どうするかだよね。次がな、初手守りはいいとして、で全属性効果抜群。
そうなのよ、初手守りはしっかりしてるメンツ多いから、かといってあと2ターンは耐えなきゃベジットに変身できないし、力ベジットになるにしてもリスクはでかい気がする。まあ、かといって回復ないとやばいし、なんとも言えん状況なんだよね、正直。なんとも言えん、本当に。よし、威圧とかは使ってこないね。ならワンチャンあるか。どうしようかな。まあでもダメージカットあってもな。怖いっちゃ怖いから、このままいきます。これで防げれることを祈ろう。ごめん、全然無理かも。じゃあ食らわせすぎだって。だいぶやべえ。そい勝ったこいつ。まあなんとかなることを祈るしかない。あーでもそっか、変身した方が良かったかもな。わからん俺には正解が。2万。いやー分からんな、これ勝てるかどうだろうね。勝てー、すげえ痛いよー、もう痛いよー、バカチン、めっちゃ痛いんだけど。勝った。あ、そうだそうだ、こいつそんなやつだったわ、忘れとった。ってことは変身しよう。完璧忘れてたよ、でも。ほんまにカウントダウンしてくるの忘れてた。手加減はいらねえ。今度の俺はちょっと強いぜ。うまい。やめやめ。だいぶ残ってんだけど大丈夫これ。やれる？やれそうだね。わからん。やれるかな。さあ、宇宙に向けてドーン！素晴らしい。素晴らしい。よしよし、行くぞ。この流れに乗るぞ、俺は。乗れねえ。まあ、これで行くしかない。最悪。最悪の手段で。多分一番最後だったはずなんだよね、これ。でも、これで受けられたらマジで終わる。さあ、宇宙に向けて、ドーン！フレンズ様様やで。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。いい進論ですね。まあきつかったな。おお、まあきつかったわ普通に。なんとかクリアできました。まあ自動編成でも、まあメンツによってはリーダーによってはすごい、ああなんか使えるメンツ組んでるなっていう感じはあるんですけど、まあきちいやつはきちいな、やっぱり。やっぱりチームは自分で組んだ方がいい。これは分かった。自動編成に頼っちゃダメ、みんな。あの初心者の方もね、まあ初心者の方は自動編成全然使っていいと思うんですけども、できることなら例えばサイトとか見て、ああ、このキャラの方がいいな、このキャラの方が組み合わせいいなとか、そういう風にして組んでいった方がいいかなと思いますね、やっぱり。はい、まあ、今回は本当にたまたまだと思います。ふっ、きつかった。まあ今回ほんまに2番目配置のキャラが基本的に多くて、必殺技打てば上がるっていうキャラが多いから、マジでそんなに、まあ序盤結構きつかったけど、後半そんなに威圧必殺封じがなかったから、まあまあ良かったかなと思います。ただまあ俺の極寒のベジータ全然上げれてねえからめっちゃ食らったけどな。きつかった。ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。